こんにちは、今です。このチャンネルではネイティブの速い英語についていけるようになるための練習をしています。ネイティブの速い英語を3分で聞き取れるようになってもらいます。まずは今日のお題の英語表現を言うので何と言ってるかどういう意味か考えてください。じゃあ行きましょう。It serves you right。何と言ってるでしょうかどういう意味でしょうか ?3 秒考えてください。では答えです。答えは It serves you right。自業自得だよ。 と言ってましたこの表現はもう決まり文句のようなものです。決まり文句かな。なのでこの表現が聞き取れなかった方はこの表現知らなかった。単語の並びにピンと来なかった方が多いんじゃないかなと思います。Serve はあまり馴染みがないと思うんですけども You と Write と言われてもなんかこううまくつなげられないんですね。その三つの単語でなんかわかんないなーっていう感覚が残っていて、こうモヤモヤ感、残虐感が残ったまま話についていけなくなっちゃうんですね。で、この表現を決まり文句として覚えていれば、It serves you right とか It serves him right って聞いたときにあ、自語自得系だなってすぐ理解できるんですよ。なので。 英語の勉強では単語を覚えるのも大事なんですけどもこういう決まり目的な英語表現をたくさん覚えるのが実は英語のリスニングの近道なんですでただ表現を文字で覚えるんではなくて自分でその表現を発することによって覚える方が圧倒的に効率的なので一緒に発音していきましょうで僕らの発音ってこうち,ゃんちょっと特殊で書いてある通りじゃないんですよね単語と単語をつなげてギュッと すべて発音してます。そのギュッとなったネイティブ発音私の開発者はリアル発音記号で一瞬で身につけちゃいましょう。こちらです。こんな感じですね。Okay、じゃあゆっくり一緒に読んでみましょう。It serves you right.OK、okay。単語と単語をすべてつなげるつもりでもう一回言ってみましょう。It serves you right. ちょっと解説します。 え、It? t を止めちゃいます。舌を口の上に当てて止めます。え。で、最後の right もつけて止めます。right。Okay, very good. じゃその2か所だけでいいので意識して3回一緒に言ってみましょう。It serves you right.It serves you right.It serves you right. It serves you right. Very good. では最後に字幕なしで聞けるかどうか確認しましょう。It serves you right. 聞こえますね。OK。そしてじゃあ次は最後に同時に言ってみましょう。せーの。It serves you right. Very good. 表現も発音も両方ともしっかり覚えておいてください。ではチャンネル登録してない方はチャンネル登録しておいてください。OK。See you tomorrow. Bye.